でえ、嘘。おい、いきなり空から降ってくんじゃねえよ、お化けだと思っちゃったら。ごめんな。いや、ちょっとそれどころじゃねえんだって。すみません、船長。この奥に救う魔物を見つけたのですが、追い返されてしまったの。そっか、何も言えないから魔物としか言えないんだな、これは。そう、私たちを追い返されてしまったのですね、ヒューガ。自分の問題は自分で解決するというのが、リナー氏の言い分でしたが、その言葉以上に私たちへの強い拒絶を、そうだったね、感じたな。まあ、同情はされたくないんだろうな。お前たちの手など借りないと、私にはそう言っているように思えたのです。そうだね。彼女は人当たりこそ柔らかいですが、私たちのことを信頼していないのでしょう。だから助けを拒んだ。しかし悪人化の呪いは非常に強力です。彼女一人で立ち向かったところで、呪いによる憎悪に飲み込まれる可能性は高い。そうだな。ヒューガ、リナー氏が憎悪を克服するため、私たちに何かできることはないでしょうか。もしかするとベリナード王家のものならば心当たりがあるかもしれません。報告も兼ねて、オーディス王子に会いに行きましょう。そうだな。いやでもこの歴史を教えんのか。ようよう、何やら話し込んでるお二人さん。ちょいと俺の話を聞いてくれ。わっと、なんだ。お前らが出発した後、俺は船を出してここらの海を調べたんだよ。すると突然船が泡に包まれたな。おっと、ん、俺はこのままあの世に一万の方をガタガタ触れたなんだが、泡はふわふわ浮かんでジュレットの海に戻れたのさ。そんで引き返してみると、また泡に包まれてここに来ることができたんだ。ジュレットの町に戻りたいときはいつでも、あ、ごめん、いつでも声をかけてくれ。わかった。これで帰れるってことか。うん、戻ろうか。うわー、なんか、きついな。人たちに悪いよな。あんなことがあったなんてのは言えねえ。あ、でもさ、俺なんか思ったけどさ、結局あのお兄ちゃんって継いでないんじゃないの。なんかさ、あの妹とさ、あっちの弟なんか仲良くなってたじゃん。なんかあいつはぶられたんじゃね、あの後。疑われて、多分ね、わかんないけどね。じゃあ、オーディス王子。おう、ヒューガ君、よくぞ無事帰ってきてくれた。それで何か分かったのかい。うん、分かったっちゃ分かったけどさ、ちょっといろいろあったわけよ。ヒューガを、あー、そこだけ。ヒューガは大嵐を引き起こしているのがベリナード王家の子孫リナー氏であり、彼女の憎悪を克服する手助けが必要だと話した。どうすりゃいいんだろうな、これは。600年前の英雄、悪人間の呪い。どうやら君は僕の想像も及ばぬような事態に巻き込まれているようだね。そうなんだよな。またね、またこういうの。しかしすまない、ベリナード王家の子孫、リナー氏の名を、僕は初めて聞いた。え？いや、勉強不足と言わ、え？あれ？そもそも、バサグランデの時にあれだな、書物が、じゃあ整理は知ってんじゃん。300年前、暴君バサグランデの襲撃により、ウェナ諸島が壊滅の危機に陥ったことは、君も知っているだ。知ってる。その際、多くのものが失われた。人命だけでなく、文化や伝承。存在したはずの多くの歌も、歌もだよな。現在のベリナード王国には、建国当時の歴史がほぼ伝わってない。そっか。でも、セイリアなら知ってんじゃねえか。いや、待て。僕ら現代のものは知らずとも、300年前のバサグランデの時代の王族であるセイリア、君ならどうだ。聞いてた、ちゃんと話。あ、知ってた。はい。ベリナード王家の子孫、資源の歌姫、リナーシュ様のことは存じ上げています。知ってんだ。ウェナ諸島を統一するも、非業の死を遂げられた、リナーシュと初代王妃。え？
イナーシ様と初代王妃アリア様の、びっくりした、非業の死を遂げたのはアリアもかと思った、びっくりした、違うね、あの肩書きが違うもんね、非業の死を遂げたのはリナーシだけで初代王妃がアリアなだけだもんな。そうか、よかったよかった。お名前は300年前の王家には語り継がれていました。なあ、300年間は語り継がれてたんだな。ではセリア、リナーシ様が憎悪を、呪いを克服されため、僕らにできることはある。できるとすれば、初代王が違うやつだったら克服できるんじゃねえかなとは思うんだけどね。一つだけ心当たりがあります。長宗の宝石箱というベリナード王家の至宝、それがあればきっと長宗の宝石箱、なんだそれですが、長宗の宝石箱は300年前の混乱の中で失われてしまったものの、ものの一つ、まずはこれを見つけねばなりません。うわ、どこにあんねん。実は宝石箱を、宝石箱はかねてから専門家の方に依頼して探してもらっているのですが、未だ見つかったという連絡がないのです。うわ、これまさかあのイケディが出てくるか。イケディ、あの我らがあれ、やっぱりじゃねえ。あ、これあのイケディ出てくるわ。ヒューガさん、その人物と協力して長宗の宝石箱を探してきてくださいませんか。彼の名はと、ああ知らねえ、彼の名はトレジャーハンターのテゾーロ。ブーナネタユリの北、ブーナ赤道の近くに小屋を構えているはずです。わかった。ああ違った、イケディじゃねえ。あれ、これなんかマップ増えてね、なかったもんね、あんな道。あれ、道が増えとる。よし来たぜ。何お前かわい、あれ、あとお前会ったことあるっけ、なんかあるかな。外が見え、外見えるんだ。あれ、あ、このシステムってさ、なかったよね今まで。いやごめん、めっちゃ細かいんだけどさ、窓から外が見えたことってなかったよね。あ、これ初じゃね、このシステム。なかったもん、こんなバージョン5あったっけな、なかった気がするんだよね、この外見えるやつ。あ、でもいいや。めいちゃん、あ、かわいい、かわいい、かわいい。ケンケンくん、なんだ、こんな場所までわざわざ訪ねてくるとは。ひょっとしてベリナード城のものか。あ、まあそうっす、もうこんな大魔王衣装ですけど、頼まれていた風の結晶ならもう城に届けて報酬もたっぷりもらった。あ、お前がくれたんだ、めっちゃ役に立ったわ、ありがとな。それとも他に何か用でもあるとか。あるある。ヒューガーセリアに頼まれて長宗の宝石箱を探す手伝いに来たとテゾーロに話した。そうか、今度は長宗の宝石箱の方をせかしに来たか。せかしに来た、まあな。でもせかしに来たってな、一応仕事だからね、あんたね。風の結晶といい、王家の方々は金を払いがいい分人使いが荒いよ。いや、金をもらっている以上お前は頑張れねばならんのだ、それが仕事というもんだ。おっと失礼、自己紹介はまだだったな。うっぷ、ちょっと待ってね。俺はお宝という名の愛を探し求めるもの。その肩書きじゃねえや、二つないらんわ。お宝という名の愛を探し求めるなんかな、ルパンのオマージュじゃないけど、なんか聞いてる気がする。トレジャーハンターのテゾーロだ。ルパンは恋心も盗んでっからな。それを考えたらもうあれだな、ルパンの方が上だな。てかトレジャーハンターじゃねえしな。まあいっか多分ほとんどカットだな。もう一回行こうか。よーっと失礼、自己紹介がまただったな。俺はお宝という名の愛を探し求める者、トレジャーハンターのテゾーロだ。全く知らんわお前のこと。そしてそちらのレディ、ちょっと待って、レディだとまた話が変わってくるな。また俺に懐き出しちゃうぜ、この子犬ちゃんが。お前から離れちゃう、どうする俺の相棒の名犬メイちゃんだ、相棒ともともよろしくな。ケンケンくんかわいい、撫で回して。さて話を戻そう。長宗の宝石箱については文献もろくに残っていなくてね、捜索は困難を極めていた。ところがとは言いそうだな。だが300年前、ラーディス王の指示で王宮から財宝を運び出したという輸送隊の存在を俺たちは掴んだんだ。
輸送隊だね。輸送隊じゃねえ。輸送隊はゲラコアな原石林のどこかに財宝を埋めたらしく、俺たちはこの小屋を拠点にして隠し場所を探し続けた。俺たちってことは他にもいるんだろう。そしてついにそれらしきものを見つけ、地中から掘り出したんだが、突然魔物に襲われ、またそういうパティね。俺たちは命からから逃げ出し、財宝も魔物も行方不明に。だが俺は逃げる間際、特殊な匂いを発する追跡ボール、魔物にぶつけていたのさ。俺の相棒メイちゃんなら匂いを追える。ただ襲われた時に怪我を負ってしまい、俺は当分動けそうにない。我が代わりにメイちゃんと共に財宝を、それ言ったらあれだな、お前報酬半分な。俺が報酬をもらう。さあメイちゃん、優香と一緒に行くんだ。ケンカンクーンクーンは言わないんだね。キャラコーナー原生林で追跡ボールの匂いをメイちゃんに追ってもらえ、財宝を奪った魔物がいる方角を教えてくれるはずだ。オッケー。魔物を追った先で財宝も手に入るだろう。見つけたら俺の元へ持ち帰ってくれ。我が頼んだぜ。持ち帰らないといけないのめんどくさ。名犬メイちゃん手に入れた。手に入れたじゃねえけどな。手には入れてねえけど。キャラコーナー大原生林で大事なものから名犬メイちゃんを使って、財宝を奪った魔物の居場所を探してみよう。なんとなくもう場所分かってるけどさ、ちょっと一回南の方なんかしていい？なんかなんかするわ。大雨。大雨だわ。やだね。しかもさ、このさ、本当に大雨降ってる時のこのさ、霧吹きみたいなのやめてほしいよね。このズザーってくる感じの、もう一気にずぶ濡れになるこの感じ、うわやだな。やっぱ熱帯雨林なんだな。いやこの雨はね、好きだけど嫌いなんだよ。本当に。ヒューガーメイちゃんに財宝を奪った魔物がいる方角を尋ねた。こんな子犬っぽいのによく頑張んな。メイちゃんは鼻をひくひく動かしてる。かわいい。はあ。やがてメイちゃんは北斗に向けて吠え始めた。どうやら北斗の方角に、まあこっからね、なんかある。そしてなんかこのツタは何、なんかこのツタなんかどっか行けそうじゃない。こんなツタあったっけ。こんな、いや目の前には岩壁しかない。ここで行き止まりのようだ。突然ヒューガの懐からメイケンメイちゃんが顔を出した。メイちゃんはやっぱりね、ほらやっぱこの上だ。メイちゃんは頭上を見上げて激しく吠えている。ヒューガが目を凝らすと、岩壁の上に洞窟が、洞窟あるか分かんないけど、待って、洞窟見えんくない？洞窟は分からんわ。ヒューガ、洞窟からツタ植物が垂れ下がっているのを見つけた。しかし手が届かない。なんとヒューガの懐からメイちゃんが飛び出し、宝がにジャンプした。メイちゃんはたわんでいたツタを加えて引っ張りながら、もうかわいい。もう大好きだわ。やった、ヒューガツタ登りになった。大好きだわ。メイちゃんは岩壁の上の洞窟を睨んでる。財宝を奪った洞窟の巣、なるほどね、いるってことか。オッケー、大丈夫。メイちゃん俺の懐に隠れたら、懐だとあれだな、後ろに隠れといた方がいいよ。懐だと潰される可能性が高い。強いでいくぜ。ネックのいたんだ、こんな、なんか昔の漫画みたい。昔の漫画な感じがする。あやべ、ちょっと待って。ごめん、今気づいた、ごめんね。ユーライサがいた。なんかイオマータ誰かやってんなと思ったけど、なるほどね、ごめん。ユーライサ今気づいてごめん。てかお前レベル90かよ、このご時世に。でもレベル90でそのステータスやべえな。ネックのシャイシャイつけたけど、やっべえ。めっちゃユーライサの存在気づけなかった、申し訳ねえ。ヒューガは洞窟の片隅に鉄の箱が置かれているのを見つけた。どうやらテゾーロが奪われた財宝のようだ。頑丈な鉄箱を手に入れた。300年前とか言うと江戸時代みたいなもんでしょ。お前の尻拭い完了したぜ、俺。完了したぜ、俺。馬で蹴り上げるぞ、お前。もう、頭刺さってるけどね、地味にね。プチュッつってね。財宝を取り返してくれるかどうかな。全然いなかった。早速だが、箱の中身を確認したい。
俺に渡してくれるか。おいやいやいや、渡すけど中身はもらうぜ。間違いない、俺が奪われた鉄箱だ。礼を言わせる。まあでも現物だけじゃなくてさ、もらう分のお金もくれや。さてそれじゃあいよいよ5体目のシャーレグも、ラーディソーが隠した財宝、早朝の宝石箱をな、象徴だったわ。しよ、わかんねえな。テゾーロは慎重な手続きで、手続きじゃねえや、手つきで頑丈な鉄箱の蓋を開けた。お、これはてんてんてん、なんだなんだなんだ、ん、え、何言ってんだ。確かにこれはラーディソーのものだが、宝石箱ではなく300年前の歴史書のようだ。王は歴史という名の財宝を隠した。なあ、何いいこと言った風の、何なんだよお前、なんだよその歴史という名の財宝とか、そんななんか綺麗な言葉でまとめてこっちをね、あのなんかね、言葉が全くまとまらんわいいわ、もうそうやってさ、カッコつけんだよな昔の人は。ちょっとでもなんか自分の言葉が現代に受け継がれたらいいなみたいな、なんかそういうノリで喋ってるね。流行語大賞に乗ろうと頑張る芸人みたいなね。落胆させてすまない。だがいい知らせもある。箱の中には象徴の宝石箱の隠し場所が記された地図も入り、ねえ、まず地図なんて、それと、なんだ、象徴の宝石箱は呪霊島下層にある呪霊だと、連島遺跡、あー、懐かしいな、隠されたようだ。何ヒューが何度も骨を折らせ、もう骨を折らせる、もう全身骨折で俺。悪いんだが、呪霊だ、連島遺跡で象徴の宝石箱を見つけてきてくれないか。わかった。俺は怪我のか、怪我ってお前、突っ立ってんだろ。元気あんじゃねえかよ。座ってろ、お前。寝てろ。この歴史書をベリナ道場に届けよう。これはこれで大発見。まあね。あれ、ちょっと待って、この歴史書に史実が書かれてんじゃないの、はあ、可能性あるな。いや、それと俺の相棒のメイちゃんはまだお前に預けとくよ。きっと役に立ってくれるはずだ。ん、何、え、どうした、え、はあ、すまない、すでに人の気配を感じた。えーはあ、ちょっと待って、あー、ちょっとキャサリンか。では改めて呪霊だって連島遺跡でのそう、うん、わかった、任された。呪霊だ、うん、呪霊との、うん、そうだね、仮想に奥にあるね、うん、そうだな、わかった。ねえ、キャサリンじゃない、俺キャサリンが出る気がする。あのね、キャサリンってさ、あのバージョン1で出てきたあのエセ占い師なんだけど、あいつね、後々バージョン3で出てきたんだけどさ、そこカットしちゃったからさ、全、うん、もうバージョン3全部カットしちゃったから、あれもったいないことしちゃうね、ほんと。